十分でございます、十分でございます。どうもようこそいらっしゃいました。僕 ね久しぶりに見つけて言わなあかん言わなあかん思って、やっともうこれはね別に今始まったことじゃないのよ。名前をここへ出てきたら忘れてたんですわ。言うて当たり前なのに言えへん。なぜダウンタウンは言わないんだと多分ずっと思ってたはずやあれやで、ね、お前絶対こういうやつらに乗せられんなよ。だってこいつらどうせ関係あれへんねん。これでもダウンタウンが芸能界干されたりとかいろいろしたってこいつら全然どうでもいいわけですよ。それはそうやな、その辺考えないとダメですよ。言わない、外で言わない。ほんでお前誰やねん。なぜ俺と喋ってんの。客やギャルもなんか自然に会話してんだから。こんなん初めてですよ。なんか気づいたからちょっとしたティータイム過ごしてたよ。あかんあかん俺はもう。まあまあどう。いやそれあのね君も多分思ってると思います。いや私思ってたら言いますよ。ほんま、はい、俺じゃないですか、あの、うん、グループであのボーカルがごっついデブのぶっさいぐなミニスカート履いて、ボーカルやってんねん。そんなひどい見てみ。あ結構売れてんねや。でも売れてるよ、もう顔見たらすぐ分かるって。なんであのミュージシャンの女で売れてるやつっていうのはみんなブサイクなんでしょうかね。違う、俺は別にってみんなとは言うてないやん。あごめんごめん、あそういう風にお前よう言うてるやんか。いや言うてない今お前が言うたんよ。お前せやけどそんな会う機会もないような人間を攻撃すんのはお前それはちょっと待て、ちょっと待て別にそういう意味で攻撃してるんじゃないんやか。お前ね辛口とか言われてるけども、誰にやねん。誰にやねん、お前が勝手に言うてるだけ。最近あんま辛口と見せかけてあんまり辛口じゃないのを俺は見破ってんねんと。いやいやいや、俺何もそんなもんキャラクターでしょなんか思ってないやん。君はだからない不愉快な思いすんのが行さんおるみたいやけども。まあまあまあそら言いますでしょう。俺はおれへんからね。あそう、うん、何が不愉快なんテレビ見てて。もうええかなっていう。よくわからないね。なんでやねん。なんでやねん。あいつな、あいつええ人やええ人や言われてるけどな、全然ええ人ちゃうで。あいつ言うとくけど、ちょっと待って。何いやそれはあなたよく知ってて言ってるわけ。よく分かってますよ。あなたはそのテレビの見た目だけで言っちゃう。違いますよ、あいつは嫌なやつですよ。お前も覚えてるやろ、昔今から6年か7年ぐらい前に、もちろん東京でも大阪でも俺らが全然知られてない時よ、あの正月番組のヒットパレード、あはいはいはい、明治神宮でやった。明治神宮で後ろお客さんバンバン通る前で漫才させられた。そうその前に事前にどんなネタやるんか見せてくれ言うて、わしらお前今やったら絶対そんなもんいけへんけどお前ね、へい言うてやねん。ね、シックスまで行ったん、おはようございます言うてやねん。ごっつ礼儀正しかった、ね、ごっつ礼儀正しい言ってほんだごっつ変わってるやねんお前。ほんだら人に変わった言いやがって。ほんで CX 行ったらね、どんなネタ見せてもこんなんやな、あの頃ってな。ほんでやったんですよ。ほんであの時確か野球のネタが一番自分らは気に入ってて、野球のネタをやろうと思って、ね、野球ネタやって、まあ、それもいいんだけども、ちょっと野球ネタ以外のネタをやってくれ、なんでですかって言ったら、かぶってて野球ネタをやるんだよ。ちょっとかぶっててだからお前らは帰ろって言われた。そんなあいつらのせいちゃうやん。あいつらのせいやん。なんで俺らはお前あんな腐れコメディアンのせいでやん。それにしてもそのオイラにネタを変えさせどんなやん、何もやん、全然違ったから、何もやと思う。で当日正月ね、明治神宮行ったらね、オーラも早からスタンバイしてますわ。朝の早からもう大体1時間ぐらい前から、前からもうさっぷりのに、そうそう、ガー明治神宮今やったら考えられへんよね。考えられへんよ。ほんならやね、マイクロバスみたいなんでやね、バー来たんが今のですわ。こーなんやお前。
いやそれはええわ、普通こうでええやないか。何やろこう、すごかったんやって。これほんまそやで、あいつええやつやええやつやけど全然嘘やで。いやそれだけではええやないか。来てやねえね、なんか何、俺がな、もう俺がな、あ、おはようございますって言うたんよ。ほんま俺の方が先輩やん、ね、しかも年は上やん。でもおはようございますって言うてんのに何をしとんねん。そんな時代にタバコ作るか。すさーすさー怖いでー、ポケットから雑すさーてうるさいね。ほいでやね、これ漫才師いうのはいろいろあんのな、あれ順番って、はいはい、あの見てる人にとったらあんま関係ないかもしれないけど、誰が先行って誰が誰が先行って誰が後行っていうのはね、うん、で結構俺らの人は先輩やねんけど屈辱的や。俺らが先やらされる、俺らべー先行かされてやね、返させられたりなんか野球ネタ以外のやって、結構その割には受けたんですよ。さあその野球ネタや、人にネタを変えさせて遅れてきて挨拶もせんと紙タバコ作って紙タバコ作る。さあどんなネタ見してくれんの。おっしゃびっくりこいてもうてやな。だからまあそれはええけどやな。ほでお疲れ様でしたって言うてもまたふわドルンドルン何をしとん。マイクロできたんちゃうんか。帰りがないやん、ドンドンドンって笑かすなお前。それで一概にあいつはどうやとは言われへんやな。なんでえな、なんでえな。確かにちょっと出てきた時に人気もあったし、多少ちょっとこんな感じになってたかも分かれへんや。それはもうこういうのはもうほんと嫌いですわ。いや、まあ、ね、売れて人間変わるのも最低ですよ。何がほんまやんけ、俺が、あ、俺が。前一回言うたら、まあ、多分オンエアしてないからあれですけどね、うん、あのあれなんですよ、一回なんかで言うたね、ちょっと悪口言うた、悪口って言うほどでもなかってんけどな。あ、そう、ね、言うたんや、なんかすぐピッと来る人やから強いしな、強いし。楽屋の袖んとこで会うたんや俺。あら嫌だ。ほんなあいつ、あいついつもこんなんシャドウしてんねん。おいおい、え、いやいや一応同期やから。年は向こう上やけど、ただな、うん、俺だって同期やし、うん、備えに対して悪口を強いこと言うたわけでもないのに、そんな言われる筋合いもないから、俺はあの確かに語れへんかもしれんけども、うん、多分五分五分ぐらいには持っていこうと思ったから、うん、もう喧嘩する気やから、だってもうこれやもん、鼻からね、うん、うん、なあ、まあ、俺のこと言うてるらしいな、うんうんうん、って言うから、うん、言うてへんよ。何やねんそれ。とりあえずはとりあえずは言うてへんよ、お前。カモさんか、もう次かましたろ思ってた。あ、次な、次かましたろ。最初は言うてへんよやお前な。次行ったらよ、お前俺怒らせたらどうなるか分かってんのか。来たね、言うたった、言うたった、うん、なんや。かましたんかい、かましたんかい、かましたろ、かましたんかい、もうかましたんかい、それはか、3回目や。こんなんだっけ、ほんま行ったれ行ったれ。俺とお前がやったらな、大人と赤ん坊や。そうくるか、うん、そらむかつく。俺とお前がやったら大人と、俺が赤ん坊なんですよ。パチーパチーすれて言うたらんかい。これから気ぃつけよ。ああ、ごめんな。なんでいや、これはやね、これはまあ俺が悪いからね。ああ言うたから、そうそう、俺がほら悪いこと言う、悪いっていうか悪く言うたから、そのちょっと怒った。何も言うてないのに来られたらそんなもん。それはもうそれとか逆に、うん、今俺の悪口を何かのテレビで言うたとしたら、うん、これは俺も待って、ちょっと待って、黙ってへんって言え。これは俺そん時は俺どこかい、何を言うと。カナダのビクトリア博物館にあった
こっち似てる。博物館にあった写真らしいんですけど、何人なんでしょうこれ。これ俺や言うてんのやろ、うん、ちょっとモニターの近くの人見てみて、似てるよな。じゃあ俺らもしたんねえか、モニター見てこれはよう似てるわ似てるわ。あのあれやんか、あのうちのマサは大丈夫でしょうかの時やんか。何こんにちは、日本一物知りの松本先生に質問があるのでペンを取りました。なんや答えたって。秋から冬にかけて西の空によく V 型や Y 型に列を組んで飛んでいる鳥を見かけるのですが、あれは何か意味があるんですか。人に対する暗号なのでしょうか。暗号ならそういうな書き方するから言うんやこいつら。何なんですかで終わっときゃええやん。鳥たちは一体人間に何を言いたがってるんですか。いや、そんなこと書かんで、言いたがってない。何鳥の字になってこう飛びますよ、ね、それはもう群れをなして飛んでるんですよそれ、うん、習性ですわ鳥の、うんうん、違うの今年の流行りなんです。何年も前からみんな V の字になって飛んでるやないか。ファッションのやないファッション。そう、今年は V ネックが流行るでっていう鳥が教えてくれてる。教えてくれてんの。今年は V ネックやで。言わなあかん思ってやっともうこれはね別に今始まったことじゃないのよ。名前をここへ出てきたら忘れてたんですわ。言うで当たり前のに言えへん。なぜダウンタウンは言わないんだと多分ずっと思ってたはずよ。あれやで、ね、お前絶対こういうやつらに乗せられんなよ。だってこいつらどうせ関係あれへんねん。これでもだんだん芸能界干されたりとかいろいろしたってこいつら全然どうでもいいわけですよ。それはそうやな。その辺考えないとダメですよ、うん、言わない。外で言わない。ほんでお前誰やねん。なぜ俺と喋ってんの。客や俺もなんか自然に会話してんのだから。こんなん初めてですよ。うんと気づいたからちょっとしたティータイム過ごしてたよ。あかん俺はもうそんなの。まあまあどう。いやそれあのね君も多分思ってると思います。いや私思ってたら言いますよ。ほんま、はい、俺じゃないですか。あの、うん、グループであのボーカルがごっついデブのブッサイグなミニスカート履いてボーカルやってんねん。そんな、そんなひどい見てみ。あ結構売れてんねや。でも売れてるよ。もう顔見たらすぐ分かるって。なんであのミュージシャンの女で売れてるやつっていうのはみんなブサイクなんでしょうかね。違う俺は別にってみんなとは言うてない。あごめんごめん。あそういう風にお前よう言うてるやんか。いや言うてない今お前が言うたよ。お前せやけどそんなは別に何会う機会もないような人間を攻撃すんのはお前それは。ちょっと待て別にそういう意味で攻撃してるんじゃないんやか。お前ね辛口とか言われてるけども誰にやねん。誰にやねん。お前が勝手に言うてるだけ。最近あんま辛口と見せかけてあんまり辛口じゃないの俺は見破ってんねんと。いやだから俺何もそんなもんキャラクターでしょなんか思ってないやん。君はだから何不愉快な思いすんのが行さんおるみたいやけども。まあまあまあそう言いますでしょう。俺はおれへんからね。あそう、うん。何が不愉快なのテレビ見てて。もうええかなっていう。よくわからないね。なんでやねん。なんでやねん。あいつええ人やええ人や言われてるけどな。全然ええ人ちゃうであいつ言うとくけど。ちょっと待って何いやそれあなたよく知ってて言ってるわけ。よく分かってますよ。あなたはそのテレビの見た目だけで言ってる。違いますよ。あいつは嫌なやつですよ。お前も覚えてるやろ昔。今から6年か7年ぐらい前にもちろん東京でも大阪でも俺らが全然知られてない時よ。あの正月番組のヒットパレード
あ、はいはいはい、明治神宮でやった。明治神宮で後ろお客さんバンバン通る前で漫才させられた。そう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 。その前に事前にどんなネタやるんか見せてくれって。わしらお前今やったら絶対そんなもんいけへんけど、お前な、へい言うてやねね、CX まで行ったん、おはようございますって言うてやね。ごっつ礼儀正しかった。ごっつ礼儀正しい言ってん。だごっつ変わってるやねんお前。ほんなら人に変わった変わった言いやがって。ほんで CX 行ったらいいね、どんなネタが見せてもこんなんやな、あの頃ってな。ほんでやったんですよ。ほんであの時確か野球のネタが一番自分らは気に入ってて、野球のネタをやろうと思って、ね、野球ネタやって、まあ、それもいいんだけども、ちょっと野球ネタ以外のネタをやってくれ、うん、え、なんでですかって言ったら、かぶってて野球ネタをやるんだよ。そうそう、かぶってて、だからお前らは帰ろうって言われた。そんなあいつらのせいちゃうやん。あいつらのせいやん。なんで俺らはお前あんな腐れコメディアンのせいでやん。それにしてもそのオイラにネタを返さず、どんなやん、どんなやつらやん、何もんや何もんやと思う。で当日正月ね、明治神宮行ったらね、俺らもう早からスタンバイしてますわ。朝の早からもう大体1時間ぐらい前から、前からもうさっぷりのに、そうそう、ガー明治神宮。今やったら考えられへんよね。考えられへんよ。ほんならやね、マイクロバスみたいなんでやね、バー来たんが今のですわ。いやそれはええわ、普通こうでええやないか。何やろこう、すごかったやって。これほんまそやで、あいつええやつやええやつやけど全然嘘やで。いやそれだけではええやないか。来てやね、ね、なんか何、俺がな、もう俺がな、あ、おはようございますって言うたんよ。ほんま俺の方が先輩やん、ね、しかも年も上やん。でもおはようございますって言うてんのに。何をしとんねん。タバコ作るか。マッチョベイビーハイハイ、マッチョめっちゃかわいい、マッチョかわいい、どうしてマッチョ、マッチョベイビーマッチョベイビーハマッチョベイビーハラホワフワハワ。出にくい。だから言うてるやん、もうすぐ変えましょう。あ、はい、はい、ボヘミアンに変えます。そんな今さらボヘミアンってあんまり知ってるやつ俺。あ、そうなんですか。まあいいですけどね、年上げたら新しいのまた、ね、そうですか、わかりました。いやいや、しかしあれですね、ドンキーコング64は面白いな。ずっとやってますわ。知らんわ、そんな別にやったことないから面白いかどうか分からないし。楽しいな。何が面白いの。いやいや、もうこんなやもん。もうね、猿5匹出てきますから。で、で樽があって、樽にボーン入ったらまた変わりますから、違う猿がもう。楽しいわ。やってる人はそうなんやろな。ハマったらでかいぞ。時間無駄やで。もうやめれないですね。あ、そうですか、あのなんかあの脳に入れ墨を掘られるみたいな感覚がありますよね。まあ分かってくれたみたいですけど、ね、誰がものすごい難しい顔してるから。寝ててもね、ずっと出てくるんですよ。あ、こうね、飯食うててもね、あれ今度あそこ行ってみよう。そこまでハマってどうすんねんお前。あそこにコインあるんだよ。もうええわ、ええわ、行ったらええがな、ほんとそこへ。いや、ほんとにね、ほんとにもうダメですね。どうですか、うん、そんなことですわ、うん、この間外人と喧嘩しましてね。あ、そうなん。もうなんや、家のね、駐車場のとこに車止めとるんですよ、うん、ほんで、なんや、この部屋にいますみたいな張り紙をしてやがって、はいはいはい、そんなの隠し屋なんじゃないですか、うん、だってこの部屋にいますよ言うたってはね、うん、邪魔なの分かってるわけでしょ。そこまで俺は、なんや、俺に来いとか、うん。
ウェルカムってことですよ。バーって行ったら出てきたのが白人ですよ、身の丈2メーターぐらいあるよね。ごっつい腕しとるんですよ。お前あんなとこ食らわれたらあかんやろ、日本語わかりませんって言われて、わからんも何もないんじゃボケーみたいなことになったら、エレベーター乗ったら急に外人も怒り出して、なんかうわー言うとるんですよ、ね、英語わからんのじゃボケー。エレベーターの中で一触即発ですよ。着くまでずっとこの距離ですよ。もうなんでしょう、もう縁竹縄ですわ。え、相手も盛り上がってた？盛り上がってますよ。だっちゃん逆切れもええとこやんけ。でも殴ったとよかって。お前身の丈2メーターぐらいあんねん。でもほんなら向こうがまだブツッと切れてたら上からゴーン殴られたらどうすんの先に。あ、俺がか、うん、それはないな。なんでない。俺はものすごい避けるもん。ものすごい避けるっちゅうのはどういうこと。お前のよ、お前が思ってるより避けれるもん。こっちでかいわけやろ、手からどうするんだ、どうすんのっていう話で、だからそれがまずありえへんやんか。関節を決めてやりますよ。こうやって、うん、どう決めるの。いや、おーやあれ。いや今ここ挟んだだけよ。もう折れてるの自分でも分かってる。いや、折れてない。我慢せよ、舞台の上やから。いやいや、折れてないやろ。さすが芸人。折れてても折れてないよ。それで対処するならそれでちゃんとならいいな、うん、いや、まあ、ならんでも大体わかりますからね。だってどんな体のでかいやつでも、それこそゴリラでもね、うん、こうは曲がらんわけです。ずらすやな。そうでしょ、うん、それさえ分かっといたら大丈夫ですよ、はい、こういうやり方あります。こうなってもうた時はもう映画行ったらいいんですよ。映画にラブストーリー見に行ったらいい。顎のしゃくれ方に関してはカリスマ的存在になっている松本さんに質問です。はい、私は顎がしゃくれているのですが、うん、どうやったら治るんですか、教えてください。これは不愉快ですね。何を言っているんですか。これは選ばれし種族ですよ。確かに僕はね、醜い顎化け物人間ですけども。治るんですかね。治らないんですか。それだけ言うたってよ。あのね、僕ね、それものすごい嫌。もともと我々人間というものはしゃくれてるとこから来てるんですよ。そうなんですか。はい、もともと人間っていうのは猿やったんですよ。はいはいはい、わかりますか。はい、わかりますよ。猿で木を、うん、木をこうわーってやってた。あ、言ってましたな。でしょ、うん、その時はしゃくれてなかったんですよ、うん、猿やから、うん、なんかきっかけあったわけ。そう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 。何やに。それであの木から降りてみようって言うたやつがまずおったわけですよ。あね、あ、その時にバカなことを言うなと、なんでわざわざ降りなあかんねや、木の上で楽しいやないかって言うたやつももちろんいますよ。ところが違うんやと、ね、絶対大地にはいろんな冒険があるんや、もっと視野を広げなあかんねやって言うた猿がいたわけですよ、うん、でこう降りてきてブワーってなったんですよ。木のところで、あっと、でこうしゃくれることによってこう町を徘徊することができるようになったんですよ。だから第一に降りた時にはしゃくれてたんですよ。ほんでみんな続けいうことでウキウキガクオになってこう降りた時にはみんなしゃくれてたんですよ。例えばじゃあガキのね、あの時でもね、みんなでちょっとこう集まってる時に、俺と田中、うん、あれも同じ種族ですよ。顎のしゃくれたもん同士にしか分かれへんこの顎のこのっていうのはカクカクっていうのと、田中はやっぱ返してきますよ、カクカクって。見たことないわ、そんな。それはどんな酒よりも、どんな鍋をつつくよりも、どんな旅行をするよりも分かち合えるわけですよ。顎旅行。これはなかなかお前らにはできへんことやろ。でもな、うん、お前ぐらいやったらなんや分かれへんねん。でもものすごいやつおるやん。我々士族の中でも、まあ、棟梁と言われているアントニオさんなんか。
あれはものすごいですよ。アントニオさんカクカクってやってももうフンって立ってる。あ、嘘、ランクが違う。もうずっと上、もうずっと上の人ですから、もう雲の上の人ですから。あ、そうやな、オイラに言わしたら。そうそう、喋られへん。それはもう相手にもしてもらえないですよ。そう、うん、だからお前もそんな見つけなあかんわ。せっかくええタラコ唇を持ってる。本当にそう思いますよ。分かりました、うん、意外といないでしょ。うん、まあ分からんけど、うん、うん、まあ分かった。岸田京子、京子さんが、画面ぐらいでやらんと。えバフバフ。だって岸田さんが例えばどっかのレストランで飯食うてる時に俺が行ってやったらものすごい怒りますよ。何よ、食べれないわよガシャン。だって種族が違うし全然伝われへんから。でもお前がパフパフってやったらもうものすごい、しゃくれてたがない。たまにね、しゃくれててたらごくしびれ。これはややこしいですよ。ワインで言うたらロゼみたいなやつですか。洗濯機が回っている中では一体何が起こっているんですか、うん、僕はちょっとした宴やと思いますね。例えばお前は何になりますか。ま、T シャツかなんか。 T シャツ、はい、ヘインズ、ヘインズ、はい、じゃあ僕何になりましょう。ブラジャーでも、ブラジャーでもいいですか、うん、だからこうなった時にこう、もう、もう、アハハハハハですよ。ヘインズはどんな笑い方ですか。じゃあもう、水がダー入ってくるわけですよ。もうその時に僕はブラジャーですよね。アハハハハハですよね。でも、アハハハハもうこんなんですよ。こんな楽しいことないでしょ。どうですか今、僕もう思いっきり立ちくらみしてますけど。で今はヘインズとブラジャーだけでしたよ。もっといっぱいおる、ね、ここにもっと捨て猫とかいろんなもんが、パンツとか靴下とか、靴下兄弟も来るし、いやしや一人もんも来るわね。一人もんも来るし、靴下アメリカンも来ますからね。ヘロヘロー言ってますよ。マイネームイズ靴下言ってますよ。え、薄なってる靴下はもうアメリカだよ。もうヘローだよ。ヘロー、日本楽しいね言ってますよ。お前もともとどこやねんじゃん。新品の時はそれは本当に楽しいと思いますよ。そう、もう僕はなりたいなと思いますもん。でもあれパカッと開けたらもう、もう人間が見てるともう、あ、見た。マッチョベイビーハイハイ、めちゃめちゃかわいい、めっちゃかわいい、どうしてマッチョ、マッチョベイビーマッチョベイビーハマちゃんのベイビーほらほらふわはわ。出にくい。だから言うてるやん。もうすぐ変えましょう。あ、はい、はい、ボヘミアンに変えます。そんな今さらボヘミアンってあんまり知ってるやつおれへん。あ、そうなんですか。まあいいですけどね、年上げたら新しいのまた、ね、そうですか、わかりました。いやいや、しかしあれですね、ドンキーコング64は面白いな。ずーっとやってますわ。知らんわ、そんな別にやったことないから面白いかどうか分からんし。楽しいな。何が面白いの。いやいや、もうこんなやもん。もうね、猿5匹出てきますから。で、樽があって、樽にボーン入ったらまた変わりますから、違う猿がもう楽しいわ。
やってる人はそうだよな。ハマったらでかいぞ。時間無駄やで。もうやめれないですね。ああそうですか。あのなんかあの脳に入れ墨を掘られるみたいな感覚がありますよね。まあ分かってくれたみたいですけど。ね、誰がものすごい難しい顔してるから。寝ててもねずっと出てくるんですよ。もうね飯食っててもねあれ今度あそこ行ってみよう。そこまでハマってどうすんねんお前。あそこにコインあるんだよ。もうええわ。ええわ。行ったらええわなんかそこへ。いや本当にね本当にもうダメですね。どうですか。そんなことですわ。この間外人と喧嘩しましてね。あそうなん。もうなんや家のね駐車場のところに車止めとるんですよ。ほんでなんやこの部屋にいますみたいな張り紙をしてやがって。はいはいはい。そんなの隠し犯じゃないですか。だってこの部屋にいますよ言うたってはね、うん、邪魔なの分かってるわけでしょ。そこまで俺は何や俺に来いとか、ウェルカムってことですよ。バーって行ったら出てきたのが白人ですよ、身の丈2メーターぐらいあるよね。ガッツい腕しとるんですよ。お前あんなとこ食らわれたらあかんやろ、日本語分かりませんって言われて、分からんも何もないんじゃボケーみたいなことになったら、エレベーター乗ったら急に外人も怒り出してなんかうわー言うとるんですよ、ね、英語分からんのじゃボケー。エレベーターの中で一触即発ですよ。着くまでずーっとこの距離ですよ。もう何でしょう、もう縁竹縄ですわ。え、相手も盛り上がってた。盛り上がってますよ。たちゃん逆切れもええとこやんけ。でも殴ったってよかったよ。もうお前身の丈2メーターぐらいあんねん。でもほんなら向こうがまだブツッと切れてたら上からゴーン殴られたらどうすんの先に。あ俺がか、うん、それはないな。なんでない。俺はものすごい避けるもん。ものすごい避けるっちゅうのどういうこと。お前のよお前が思ってるより避けれるもん。こっちでかいわけやろ、手からどうすんのっていう話で、だからそれがまずありえへんやんか。関節を決めてやりますよ。こうやって、うん、どう決めるの。いや、おうやあれやいやいや今ここ挟んだだけやわ。もう折れてんの自分でも分かってる。いや、折れてないよ。我慢せよ、舞台の上やから。いやいや、折れてないやろ。さすが芸人。折れてても折れてない。それで対処するならそれでちゃんとならいいな、うん、いやでもまあならんでも大体わかりますからね。だってどんな体のでかいやつでもそれこそゴリラでもね、うん、こうは曲がらんわけです。ずらすやな。そうでしょ、うん、それさえ分かっといたら大丈夫ですよ、うん、こういうやり方あります。時はもう映画行ったらいいんですよ。映画にラブストーリー見に行ったらいい。顎のしゃくれ方に関してはカリスマ的存在になっている松本さんに質問です、はい、私は顎がしゃくれているのですが、うん、どうやったら治るんですか教えてください。これは不愉快ですね。何を言っているんですか。これは選ばれし種族ですよ。確かに僕はね、醜い顎化け物人間ですけど。治るんですかね。治らないんですか。それだけ言うたってよ。あのね、僕ね、それものすごい嫌。もともと我々人間というものはしゃくれてるとこから来てるんですよ。そうなんですか。はい、もともと人間っていうのは猿やったんですよ。はいはいはい、わかりますか。はい、わかりますよ。猿で木を、うん、記憶をわーってやってた。あ、言ってましたな。でしょ、うん、その時はしゃくれてなかったんですよ、うん、猿やから、うん、なんかきっかけあったわけ。皆様こんにちは、徹子の部屋でございます。今日は漫才の本当にお若い人気絶頂のお二方においでいただいたんですが、漫才ブームが去った後でもうダメじゃないかっていう時代に出てらしたお二人でいらっしゃいます。そして今大変な人気ですけども、初めの頃はもうステージでお出になると帰れコールが出たという。でもまあこの方たちのその服装とかまあいろいろそれまでの伝統的な吉本興業になかったカラーだったんで、そういうこともあったと思いますけれども、まあ大変な関西での人気を背中にお背負いになって東京にいらっしゃいました方でいらっしゃいます。特に私に近い方の方はあのご結婚あそばしまして、玉姫殿でご結婚あそばしまして、よろしいかな別に。大変な、またそれも
人気になりまして、それからまた奥様が妊娠中にはいろんな出来事があったもう言えなのもう、そう、まあ、そういうようなこともございましてダウンタウンのお二方今日おいでいただきました。どうも、はじめまして。私に近い方から浜田雅俊さん、はい、どうも。こちら浜ちゃんと皆様に呼ばれていらっしゃる浜ちゃん、はい、そうですね。そしてそ の, お隣のちょっと目つき の, 悪い、いやいや険しいと申しましょうか、はいはい、松本人志さん、あ、どうもよろしくお願いします。まっちゃんと呼ばれてらっしゃる。そしてこのお二方は小学校中学校がずっとご一緒。そうですね。ねえ、そして高校だけが別々だったんですね。そうですね。で関西の小学校は牛尾小学校、はい、で中学は大成中学校、はい、でずっと一緒。同級生だったんですか。そうです、同級生で。で仲良かったの、うん、というか、まあ、小学校は一緒やったんですけど、小学校の時は遊んだことなかったですね。そうなんですよ、あんまり喋りたくなかったんですよ、うん、気持ち悪かったですから。あ、どんな風に。なんか黒かったんですよ、今より。僕ね、色抜けてる方ですもん、うん、ああ、そうですね、今はだいぶ薄くなりましたけど、昔は。でもこっちもね、かなり気持ち悪かったんですよ。どんな。あのね、パーマをこうバーッとかけてましてね。小学生で。そうなんですよ。でランドセルを背負わずにね、こうなんていうんですかね、こういうサンドバッグみたいなのを肩にかけてパンタロンみたいなので最初イタリア人やと思ったんですよ。そうですよね、いやそうですよね。そうですか。だってイタリア人みたいじゃないですか。まあ、そうです。でもそういうあれですか、小学校からパーマネントかけてる子なんて珍しかったじゃないですか。でしょうね。自分で好きだったんですか。いや、というかうちの親父の妹っていうか、まあ、おばちゃんが、うん、パーマ屋やってたんですよ。あ、ほんでまあうちの おふくろの頭をするついでに横におったからお前もかけてもらえって言って。あら、その頃の写真拝見したかったわね。可愛いでしょう ねきっと。いやどうすかね、確かに今彼が言ったみたいになんかちょっとラッパー気味のズボンを履いてましたね。小学生の時に、割と敬遠し合ってたんですよ、で中学では。で中学ね、2年の時に同じ組になって、でそれからなんですけどね。でも面白いことやってクラスで笑わせるっていうようなことはどうだったんですか。いや一緒にやったことはないんですけどね。あ、そうですか、はい、そして高校になる時にはもうすっと別に別れが辛いってこともなく高校別々に。そうですね、はい、だから放送部やったんですよ中学の時に2人で。じゃあやっぱりそこでは何か。そうです、そうです、まあ、他の友達もいて。でも高校別になった浜ちゃんは三重県立の日生学園というところにいらっしゃいまして、はい、ご卒業になりまして、まっちゃんは県立尼崎工業高校。もうこれはもうしっかりとした学校ですから、それで工業高校にお入りになって何をなさろうと思ったんですか。ね、主に鉄板を使ってこういろいろなものを作り出すというね、技術でいろいろやってたんですけど。なるほどね、鉄板技術。そんな大層なもんでもないと思うんですけど。でもまあの話が、工業高校でなればね、皆さんそういう技術者、まあ、そうですね、ですから、はい、それでやっていこうかなと思ったんだけど、それぞれの心の中に、なんか目標っていうか将来これでいっていいのかなってものはなんかお互いにあったんですね。まあありましたけどね、あなた協定。あ、僕ね、競艇の選手の試験受けたんですよ。横山やすしさんの影響なんですかそれは。いや別にそんな影響はないですけど、まあ、体がちっちゃくて体重が軽ければ競艇の選手っていうのはね、まあ、よりスピードが速ければいいということで、まあ、体も小さいし競艇、卒業するときに何にも別に行きたいところもなかったんでね、で試験だけ受けに行ったんですよ、で、まあ、三重県が学校でしたから寮入ってて、で大阪へその試験で帰ってきた時についでに梅田ブラブラ歩いてたら梅田花月っていうところが吉本あるんですけど、まあ、その花月の前に看板がありましてね、で初めてその吉本が養成所を作ると、で、まあ、なんか願書受付中とか書いてましたから、まあ、ただ願書だけ取り寄せてそのままが学校へ帰ったんですけど、一旦、で協定の方はどうして。ダメだったんですよ。ああ、通知が来てアウトやったんで、まだまあ願書取り寄せたし、なんか1年間っていうことなんで、まあ、吉本総合芸能学院、一期生。そうです。でまあ1年間って感じですし、まあ遊びのつもりでね、1年遊べんねやったらええわと思って、でまた次の休みの時にというか違う試験受けますって嘘ついて家帰って、で彼のとこ行ったんですよ。で彼はもう、あなたはあなたでもう就職は印刷会社に。そうなんです。まあそんな大したあれじゃなかった。僕もそう行きたいとは思ってなかったんですよ、まあ誘われたんでね、まあそっちの方がいいかなという、まあ、結構軽い感じで入ったんですけど、
どっちに養成所行こうかっていうことで、その印刷の方が決まってたから、だからといって吉本のその芸能の養成所行くのに別にそれほど一生懸命でもなかった。そうですね、うん、割といい加減でしたけど、ね、でもまあ印刷の方へ進むかどうかだけどどうかなっていう感じだった時だったんですよね、それで浜ちゃんがまっちゃんを誘ったんです、はい、そうですそうです、もうこんなのあるから行けへんかあるで吉本があるらしいで、うんうん、まあ、1年やし遊べるやんとか言ってね、うんうん、そんなもう2つ返事で、ああ、なんかもうそうしようか、別に俺もね、行く気もなかったしとか言うからね、その就職印刷会社決まってたのに、うん、あ、そうなの、じゃあそれほど、まあ、何か漫才の方たちの目標の誰みたいになりたい、もっとまた方が誰みたいになりたいっていう今のあなた方みたいなタイプの方っていうのいらっしゃらなかったでしょ、吉本には。というかね、僕は漫才ブームの時にテレビを 見たことがなかったんですよ、はあ、ずっと寮にいましたから。 あなたの寮はまたスパルタのすごい寮だったんですね。そうなんですけどね、全寮制で、で丸刈り、そうです、坊主でね。朝は何時に起床？4時起床です。4時起床、はい。何時寝るんですか？寝んのはね、9時か10時ぐらいだったんですけどね。でもそれこそテレビなんかとんでもないですね。もうテレビ、ラジオ、雑誌一切何もないですから。じゃあベストさんなんか見てない？もうその当時は見たことないし、あ、たまにほら帰省って帰ってくるんですよ、うん、でその時に会うでしょ、他の友達とか一緒に、うん、で初めてびっくりしたのがあの当時シャネルズ、うん、顔黒く塗ってね、ラッサムスター、あれみんなで見てた時に、何やねんこいつらって言うの覚えてますもん。あ、なるほどね、ベスト10なんか見て、うん、でもそんなもうテレビなんかとんでもない、スパルタの高校にいらっしゃる。こっちはもう自由奔放に生きてましたからね、うん、こっちは工業高校だから、そうですよ、鉄板の方ですからね、それであなたの方は全寮で、そうです、そこで耐えられたの、脱走とかは出さないで。あ、一回してきましたよ。うちの家に逃げてきたことある。仲良かったんだやっぱり。ちょっと逃げてきたからかくまってくれって言ってたことあったんで。いや、そうそうそう、だからね、大阪に近い駅まで来た時にもう金一銭もなかったんですよ。帰ってくる電車賃しかないし、切符持ってホームで立っとくしかなかったんですよ。で唯一ね70円ぐらいしか入ってなかった、ここの家に電話するのがやっとやったんですよ、うん、で迎えに来てくれって言って、たね、わざわざ来てくれたんですよ。そうですよ、僕迎えに行きましたうちにいたのね、またいい塩梅に。そうなんですよ、で、ちょっとお金出したってね、立ち食いの蕎麦屋ありますね、あれ食べてましたわ、もう本当何日も食べてなかったのように脱走して、脱走してなんか食べてなかったそれ見て泣けてきましてね、今結局また捕まって戻されましたけど。でも本当になんか床磨き、そういうことね、朝その4時に起きて床磨きか、お寺に入ってた時じゃないですか。じゃないんですけどね、寮がね、そういうことなんか素手でこう掃除するらしいですよ。そうそう、何素手でって、ね、便所掃除とかをね素手で磨くんですよ。手で磨くんですか？手で、雑巾とか使わないで？雑巾は使わないんですよ。素手でってのすごいですね。すごいでしょ、単なる嫌がらせと思うんですよ。でもよっぽど手があれでしょう、たわしみたいにザラザラでしょう。いやいや、そんな、ね、毎日毎日手でやってますもん、そんな汚いことはないでしょう。それはだからもともと綺麗になっちゃってるのね。そうです、がね、相手がね。そうです、でもそれ相手が素手っていうのはすごいですよ ねえ、あ、それはすごい。じゃあもうバッチリそこでもうなんて言いますかね、1年の時はやっぱ大変でしたね、全部やらされますから、ね、でそこの高校は3年間でもいらっしゃったんですか？はい、一応。でも脱走しても捕まっちゃうんちゃ、ええ、でもあれよね、はっきり言ってこいつが多分連絡したんちゃうかな思ってね、あ、逃げてきてますね、逃げてたらここいてますね言って。何日ぐらいここにかくまってもらったんですか？何日ぐらい？3日ぐらい。点々としましたよ、2、3日ここにおって、う、ね、もう一人の友達の子行ってとか。でもお家には帰れなかったんですね、とりあえずね。でもそれは少年院とかそういうんじゃないんだから違いますよ、そういうんじゃないんだから、まるでそうみたいですよね。ですね、まあそうですよね、でもこっちのこういう楽な生活がいいってこともなく、また連れて行かれれば連れて帰られたんだから、素直なご性格ではあったんですよね。そうですかね。じゃあ卒業できた時は嬉しかったでしょう、耐えた。もうね、卒業式は大泣きでしたよ、うん、やっぱり、3年間やったんやというね、みんなと別れるのが辛いんじゃないの？もうそれもありましたしね、そういう辛い中の ね仲間だから、あの当時の人間とは今でもずっと付き合いしてますからね。なるほど、あの辛さに耐えられたらもう何でもできるなっていう感じで、うん、まあそうですよね。でもそうかといって出たからって別に何があるわけじゃなくて、そうなんですよ、そして吉本のその総合芸能学院にお入りになって、はい、で同級生が300人
あ、そんなぐらいいましたかね。あ、そうですね、結構多かったと思います。ねえ、でも残る方は本当に少ないと思いますけど、です、うん、みんなね、もう途中でアホらしくなるんですよ。どんなこと勉強するんですか。いや、だからお笑いを目指してきたのにね、フラメンコやらされたりとかね。フラメンコ、ジャズダンス、日舞、日舞、カスタネット買わされるんですよ。チャンチャラこの世界ですよ。もう一回やって、なんかこういう世界なんで、なんでお笑い目指して入ってきてカスタネット買わなあかんのかなと思ってね。それでちょっとやめていくものも多かったですよね。そうですね。でもそこはあなた方はおやめにならないで、というか僕ら授業にはもう一切出ませんでしたからね。出なくてもよかったんですか。いや、あかんかったんでしょうけど、アホらしいからやってられへん、こんなんやってる場合ちゃう言うて、で行かなかったんですよ。でも二人で何かやろう、じゃあもういっそのことならもうなんか面白いことやろうみたいなことは、まあもともと漫才しようって入りましたから、漫才をやれ言われるんならね、もうやるんですけど。でもそうかといって、それまで漫才ってご覧になったことないわけだから、まあ漫才ブームの時は知りませんでしたけど、まあ大体でも、彼ほらテープ持ってたりとかしますでしょ。漫才の、漫才の時のね、そんなんまあ見ながらとか。それ関西の方はあれなんでしょう、2人集まったら、まあ、東京と違ってとにかく面白いことをどんなに言い合うかっていうみたいなのを競うみたいなとこってあるんですって。よくそういうふうに皆さんおっしゃるけど。そうですかね。どうなんでしょう。あなた方と違うみたいね、なんか見てると別段。そうですね。なんか、分かんないけどねえ、なんか普段の一般の人が漫才やってるみたいなとかよう言われませんよ、東京の人が道歩いてても、まあでも、まあ、僕らは別にそんなね、他の人見たって別に漫才やってるとは思えへんし。そうだね。でもほら大阪の人はもうすぐ2人集まるともうお互いがこうなんか楽しくどうやったらばこうみんなを笑わせるかっていうのを普通の人でもやってるとかってよく皆さんおっしゃるじゃない。はい、そんなことないの。全然ポツネンと二人ですよって座ってるのいつもそうやって。いやそうやってまあね、割と常識人間ですからね、僕ら二人とも。でもその格好をご覧になった時には先輩の方々は常識的だとは思わなかった。ああそうですね、割と厳しかったですよ。僕らは師匠もいませんしね。そうなんです。永田太郎学院卒業者の一番気の毒なとこは師匠がいない。普通漫才の方っていうのはカバン持ちやなんかやって、はい、師匠のお名前もらって、はい、それでやりますよね、はい、でもその学校出ちゃった人は先生っていうのは決まった人はいないから、そうなんですね、楽屋行ってもこういろいろこうご相談する人何もいないですよ。そうなんですよ。だから今はそう珍しくないみたいですけど、まあ当時は結構ね、やっぱり上からはだいぶ言われましたね、あんな弟子にもついてへんようなやつが舞台立ってるっていうのは割とね、言われましたよ。それからあなた方のこういう風な洋服で勝手にバラバラの着てこんな格好で漫才やっちゃうっていうことはそれまでなかった、そうですね、その前に、ね、だから、まあ、言ったら基本的にはスーツでしょ、お揃いのスーツを着てっていうことでしたから、ね、なかったんですよね。だから毎日言われましたよ、劇場の時は衣装を着ろと、ちゃんとした衣装を着てやれ、はい分かりましたって言って次の日も来たままの格好で舞台出るんですよ。私服でこうやって出ちゃう。そうですそうです、このまま出ていくんですけどね。そのあなた方の先輩に吉本興業っていうのは、まあ、西川清さんという方が、まあ、今、はい、ね、いらっしゃって、まあ、前は横山さんもいらっしゃたんですが、まあ、そういった漫才、はい、それからオール阪神巨人さん、はい、今行くよ来るよさん、はい、宮川大輔さんと花子さん、はい、コメディナンバーワンの前田五郎さんと坂田敏夫さん、はい、それから、中田カフスボタン、はい、それからチャンバラトリオ、はい、それから、ダブルコミック、ダブルコミックダブルコミックって何語違うの。違いますね。そうですか。なんかあれ見ましたよ、こういうダブルコミックって おるんですかね。あ、います、すいません、うん、でもとにかくあなた方も最近入って逆なんですよ。あなた方の後遅いじゃん。まあ芸歴は、まあ、向こうの方が、うん、まあでも後輩みたいなもんですよね。もうあなた方の上のお名前ありましたよ。失礼しました。最近入って逆なんですよ。ダブルコミックさん、とにかく今お名前を挙げた方たちは、はい、全部と言っていいほど、はい、まあ、女性は女性で綺麗にしてらっしゃいますが、はい、男の人はスーツで、男の方はスーツでネクタイ、ね、ワイシャツっていう感じですから、そうですね、こういう格好でダラダラ出ていって。いや、ダラダラダラってダラダラ、徹子ちゃん。あ、徹子ちゃんってダラダラ出ていかないの。出てきてくれ、やっぱりこう緊張して出ていく。いや違います、それはほんまそうですわ。そうでしょ、いかにもダラダラ、まあやっぱり新人なんていうのはね、舞台の真ん中にマイク立ってますから、そこまで走っていくんですよ。そうでしょ。で、どうもこんにちは、
よろしくお願いしますってことを元気よくやるんですけど、うちはもうダラ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 センターマイクまで歩いて行って ね、それでよく客の反感を買いましたね。でもその帰れコールはその頃なんですか。だからやる気あんのかって言われるわけですよ。真面目にやれって言われるんですよね。なるほどね、やっぱり漫才では両方がパッ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 と軽快に出てきて、いやどうもとかってね、いきなりこうやりますよ。それがその格好でダラダラ出てきたら、それなんだこれはっていう感じがあった。でもそのうちにだんだん若いお嬢さんたちがこうファンについてきてくださったんですって。そうですね、若い子らはね、なぜかそうみたいですね。それであなたたちはご自分たちの漫才のなんて言いますか、ネタっていうんですか、それはご自分たちでどうなった。ほとんどね、松本が、まっちゃんが、はいはいはい、あなたは割とあれですよね、今そんな風にこうわってこう笑わせるようなことをそんなにおっしゃる顔はしていらっしゃらないんですけど、うん、そういう面白いお話を作るのが上手な、いろんなこと言ってるんですけど、そう上手って言うんですかね。どう、まあ、だけどこのダウンタウンっていうのがここまでのし上がってきたのには、うん、あなたのあれでしょ、そのアイディアによる漫才、まあ、それはあなた方漫才だと思ってらっしゃらない方もいらっしゃるでしょうね。でもあ、そうでしょう ね、そうですね、割と大阪の人は知ってるみたいですけど、うん、こっちの人はあんまり僕らが漫才やってるの見たこともないと思う。そうでしょうね、この二方は漫才 の、 コンビなんですよ、でこちらがずっとご本をね、抹茶の方がお書きになって、だからある程度漫才やなさいって言ったらずっと続けて漫才っていうのはお出来になるわけなんでしょ。そうですね、うん、でもほら東京にいらっしゃるとご自分の好きに喋ってらっしゃるような番組に出てらっしゃるみたいだから、 そうですね、あんまり漫才っていうの今そうですね、ネタをやるっていう、ね、どういう漫才をやりになるときはどういう内容の漫才が多いんですか。うちですか、いやどういうという、ただあんまり大阪のなんか漫才師っていう感じのネタはあんまりしないですね。割と流行ってるもんって絶対言いませんよ、入れないですネタに。あんまり今こんなん流行ってるからとか、ありますよね、今若い子こんなんやなとかいうのは一切ないんですよ。割とこう掛け合いのなんかふんふんはんはんっていうような漫才はあんまりやらないですね。そういうのやんない、はい、で両方でしゃべ、あ、そうそう、かた、よく片っぽがほらしゃべると片っぽが受けとかいろいろありますけど、そういうのないの、両方でしゃべるのどんどん、割とボケとツッコミでそうはっきりしてないんですよ僕らの場合は。なるほどね、だからそういうのにとらわれていないっていうことが、まあ、若い方たちのね人気、まあ私先輩のいろいろそういったご非難のあるところでもあったかもしれないんだけれど、うん、そうですね、割といろいろ大変でしたね。でもあれなんですよ、出て行って客がやじるでしょ、そしたらこいつが客席に降りていくんですよ、もう客に喧嘩を売り出すわけですよこいつが、それがなんやねんなんていうの、なんか降りていって客と喧嘩したりとかね、そういうのよくありましたですから、ちょっとやめていただきたいな。ちょっとコマーシャル挟みまして、お互いのどういうところをやめてもらいたいかっていうのちょっとお話ししていただきます。ちょっとじゃあコマーシャルです。まあ初めの頃は客席でもってやじるお客さんのところへね、浜ちゃんが文句言いに行くんで、まっちゃんはちょっと心配だったってことですから、いろいろ他にもあると思いますんで、まっちゃんの方から見た浜ちゃんのここはちょっとっていうところはどういう。そうですね、いやでもそれを言い出すと108つぐらいありますから、ね、おい煩悩の数だけあるのかい。いや割と迷惑はかけられましたよ彼には。どういうことで。まあ、はっきりこの際おっしゃっていた。ね、まあやっとレギュラーが決まった時にガソリン盗んで捕まったりとか。何度ガソリンを。ダメや、車のガソリン盗んで捕まったりとかね。で来ないんですよ仕事場に。はははなんかお泊まりしてたらしいですけどね。あ、どっかに。でも割とそのお時間とか、それからあれにいらっしゃらない時。いや時間にルーズなのはこっちなんですよ。あ、そっちなんですか。こっちですよ。僕はちょっと朝が弱いんですよ。それ理由になるか。遅れてくる時、僕が遅れてくる時はちょっと朝寝坊なんで、で彼が遅れてくる時はだいたいガソリン盗んで。じゃああんたいつも泥棒やってるみたいな。いや、待ってないですよ。浜ちゃんは泥棒やってるって。泥棒って、まあかなりね。あとはなんかお金の使い方がムカつくっていうのは何ですか。書いてましたか、なんかに。そうですよ。なんか浜ちゃんのお金の使い方についてまっちゃんはムカついて。あ、そうですか。そんなにお金のあてもないのに物を買う。そういうことあります？あ、そうですね。あ、お金の使い方だから全然違いますね。うん。こいつのお金は大体まとまった
お金の使い方をするんですよ。じゃあいいんじゃないですか。うん、まあいいんですけど、そのなんていうんですか、ずっとダラダラ付き合ってた女のあれを揉み消すため。やかましい。適当に。いや、僕殴られましたですけど、本当のことですから。今すごい殴ってる。自動だりしませんけれども。そういうことをしますね。なるほどね。うん、それからあのいろんな方とご挨拶するときに声のトーンがいちいち違う。気に入らない。そうなんです。僕は誰に関してもね、同じ挨拶をしたいわけですよ。それは新人の人に対しても目上の人に対しても僕それを使い分けるのは嫌なんですよ。やっぱりおはようございます。それはもう一定でいいと思うんですけど、こいつはね、偉い人にはね、すごいおはようございます。例えばどんな？おはようございますって言うわけですよ。だから、で新人の子には、っていう、こういう、そういうなんていうのかね、それが嫌ですよね。そういった根性が。だから僕、楽屋で寝てても、こいつのおはようございますって、だいたいどのぐらいのランクの人間か分かるんですよ。あ、誰が入ってきたか分かる。あ、これは清志郎やなとかね。あ、なるほど。その辺がね、やっぱり嫌ですね、こういうところが。なるほど、起き上がりもしないで、うなったら、下が出てきたな、来たんだなって分かるという。ね、そういうところはやっぱり直さないといけない。でも、いいとこはどういうとこなんですか？いいとこ。いいとこですか。浜ちゃんのいいとこ。うなんなきゃ出ないですか。言うたげて、ほら。そうよ、テレビなんですから、やっぱりあなただってね、親も見てらっしゃるわけでしょ、テレビ。そんな泥棒屋とかね。そうですよ、女の手切れ金ばっかり。じゃあそんなもん、そんな細かいことを、徹子ちゃん。じゃあ言わないですからね、あとは。いいとこですか、いいとこはね。あんまり考えられないですけどね。そんなに考えなきゃない。うん、すいません、ないです。あなたはあれだわ、そうだ、このラジオの番組なんかやってると、あなたのガールフレンドのことなんかがたまにこちらがどんどん浜ちゃんが裏切って言うんですって。それで、そう、こいつ言うんですよ。僕はあんまりね、やっぱり言っていいことで悪いことはちゃんとはっきりさせて。いやいや、だから今ちょっとおかしかったでしょ。いやいや、いやいや、僕はね、あんまりそういうことはあれなんです。こいつはよく僕のことを言うんですよね。いや、そんなことないですよ。本当のこと言っちゃうの。いや、いや、見られてるんですから、街を平気で歩いてるから。ほんで何月何日の何時頃にね、女の人と歩いてました、あれは本当ですかって来たら、やっぱそれぐらいは言うやいいじゃないですか。それをあっかっかっかってなるわけでしょ。隠す、隠すんですよ。それまたうまいこと、いや、あれは俺のおかんやとかね。おかんとお母さん、お母さん、お母さんとそんな遊園地はいかんでしょ。おっさんになってね。おっさんってあれ、それはね、そう。なんで時間にルーズです、本当こっちは、ね、あ、こちらあなたがおっしゃいたいな、この方時間もう全然来ませんよ。あ、じゃあいつもあの代わりにやるのはあなただっていうのは、あなたの方が代わりにやってる。そうですよ、今日なんてここへ来たんかって珍しいと思いますよ。もしかしたら来なかったか、来なかったかも分かりません。あら、よかった、おいでいただいて。これがいけないんですよね。そうです、おいでいただいてよかったですって言うから、いやいや、遅れてってもね、行けば喜ぶんだから。いやいや、そうです、当たり前は思ってるんですから。そんなことはないですよ。それであなたとしてはみんなの手前作ろうで、いや、もう来ますから、来ますから、そうですよ。ね、結局ね、劇場なんか出てる時は来ない場合はもう一人で出ないといけないんですよ。あ、劇場でもそういうことがあるんですか。そうなんですよ。ほな、僕らの後がもう、あ、そうだ、だって、あ、そうだ、だって、一回一人、僕来なくて一人でえらい目を打ったんですよ。そうなんですよ、一人で出さされてね、で、その後が当時あの吉本に三郎四郎さんいてましたから、三郎四郎さんがいて、で、その後新助龍介さんやったんですよ。だ、そんな人に先行ってくれとは言えないわけですわ、してないか ら、 だから僕一人で出ますから、15分時間あるし、それ終わったら僕はけますからって言って、漫才やってたらね、漫才途中で後ろから新竜佐久代が出てくるんですよ。だから客にしたらそっちの方が喜ぶわけでしょ、2組いっぺんに出てくるから。そうそうそう、やってる最初に何やとか思ったらね、ガムテープでぐるぐる巻きにされてね、真ん中で、ほんでドーンとかで倒されて、真ん中でバターン倒れたの、それまた貼り付けられたんですよ、こうやって。それがどなただったんですか。だから三郎四郎さんと新助龍介さん、そういうことやってるわけ。やってるんですよ。ほんで、もうお前ええとか言うて、三郎四郎さんが漫才しだすんですよ。僕張り付いたまま。あなたのことを張り付けたの。一人でやってるのに、なんで松本けえへんねやとか言いながら。俺関係ないのにとか思いながら、ぐるぐる巻きにやられて張り付か、床に張り付けられてるのはあなたなの。僕ですよ。あ、そうなの、島田さんがやってる。張り付いたまま漫才してるんですよ、みんなは。大
大変ですね。だから僕のことはお客さんにしたら気になるけど、こっち喋ってるのが面白いしとか、そんな島田紳介さんとかみんなの方が面白いからじゃあんたのことはいらないからってなっちゃうわけ。そうですよ。でこの方が出てないから、出てないから来ないですから。そうで結局それで来なかった時にはごめんねとかっていうのあるんですよ。言いませんよそれ普通ね、うん、ちょっとてっちゃん普通人になんか迷惑かけたらごめんなさいは言うでしょ。言いますよごめんねって。この男いまだに一回も言ったことないですよ本当。これもう10年です。10年経ちますね、うん、コンビ組んで、うん、一回もないですよ。ただやって笑ってるわけ。笑ってるんですよ。それから逆ギレしてるんですよ。逆ギレって自分悪いくせに怒ってるんですよ。でも今はね面白いわ見てるときほーほーって言ってね。謝らないわけじゃないんですけどね。まあ、僕そんなに日本語がまだはっきり言うでも今ねあなたもそう言っちゃってね、いつでも謝らないんだよって言ったらなってね、おーおーおーって何かね、人間っていうものは謝るものだってのご存知なかったんじゃないですか、ね、今までね初めて気がついて、おー謝るものなのかっていう感じでしたよ。今気づいたんでしょう多分。いやでもねなんかその相方同士でね、あのごめんなっていうのもね気持ち悪いじゃないですか、ね、そんなことないよ心の中でね通じ合ってるもんだと僕は思いますからね。あんまりそんな今でもそれで時々遅いんですか。たまにね。うん、前よりはいいですか。まあ前よりはもうだいぶマシですけどね。でもやっぱり心配だったでしょ、今日は本当に来てくれるかどうか。いやもうそれは心配ですよ。でもパッと見た時はあなたの方が気なそうに見えるのね。ちょっと見た時はなんかプッとどっか行っちゃうその感じがちょっとするじゃありませんか、うん、そうですか。そうなんですよ、ね、だから昔大阪でもやっとまたガソリンの事件が終わって、どこからガソリン取ったのそんなに。車から取るの。そうなんですよ。抜くのガソリンを。抜くんです、スポ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 夜中に。で自分の車に入れちゃう。そうなんですよ。あじゃあ泥棒だわ、ね、泥棒ですよそれは。それでね、やっとガソリンの事件が許してもらえた時にまた新しいレギュラーが入ったら来ないんですよこいつが、うん、何してんのかなと思ったら結局ね女とどっか逃げてたんですよ。あらこれはびっくりしましたよ。どのぐらいの期間。1週間ぐらい帰ってこなかったんですよ。あらそれじゃあレギュラー結局新しいレギュラーもう全然ダメですよ。あそう、行方不明になってしまったんですから。じゃああなたはちょっと遅れたりちょっとあれなんだけど、こっちは大きく番組が全然ダメになっちゃうぐらいなことを。そんなことそういう意味では。でも何あなたはこの人すごい怪我させたんだって。ええ、いろいろね仕事の時にここに、ま、あのボールペン刺さったりとかね。どうしてこうやった、あの刑事のねコントやってた時ですよ、うん、どうやったんですか。突っ込むんでこうやってよいしょバーンってやったら、ここに置いてあったボールペンがここにザクッと刺さったんですわ。あらかわいそう。いやほんであーっとか言って起きた時にねパッと抜いたら血なんて出てなかったんですよ、うん、あ大丈夫やんとか思ってコント続けてて後ろ下がって立ってるシーンやったんですけど、急にあーとかって言うたんですよ何や思ってパッと見たらだーらーって言ってたんですよここ割れてだねえそうよひどいわ、ね、怖かったですよ前が見えないぐらい血が出ちゃって、いや本当に固まってまた血が出るんですよ ねいっぱい、おーさんこいつにはね怪我させられましたよ。高速道路なこれでご機嫌伺う。夏といういやだあんたよく会場の距離を文句言いますけどもどこが一番あなたは距離をその敷地内に敷地掃除のおばしゃん来るやんか。おばしゃん、うん、トンネルズやってて今トイネルズじゃあほな俺ちょっとお前に言うだけ何や何とんの。いやちょっと待ってスピードスペースあのねまあな、でもしゃあない恋愛もしてみたいやん。しゃあない恋愛しゃあない恋愛もしてみたいお年頃あなた高枝切りバサミ知ってますか。高枝でしょ。エルブスイプリンスリー。わからん全然わからん。お二人に質問ですが、どうしてウド時計を見るとき。わからへんウド時計あんなん無垢かで。えピンクレディのカルメンという歌の歌詞の中に、私の名前はカルメンです。カルメンあ、そう。あなた方は決してイーソーエセントではなかった。何を言うてんねん。は違うだけでお前ほら
なんでピオル、ピエロの格好。うわいや今はもうなおぞ何を言ってる大暴行マジドマジドマジド友達がそのタレントさんっていう パターンもあるんじゃないですかパイずっとサンスパセンスパン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 やってるサンス最近モスマスさんはえちょんなんちゃんと松川松川ビッグシャックしょいちょっと寝てるビッグシャックってねこの彦はねこの彦今ねはっきり喋れんって足のどこやん1センチ四方やろセンチ四方っていうことちょっと調べておいてくれいつも心のどこかに六本木があるという松本さんありますね身長は2メートル以上ある黒人の酔っ払いに絡まれた時の正しい対処法を教えてくださいまあはっきり言いますね、はいはい、2メーターの黒人なんてね、うん、勝てるわけないでしょ、ね、そらすやこれはもう負けたとかいう問題ではもうないでしょただ、うん、奴らは自分が体がでかいということを、うんすごくこうなんていうんですかねそれで強気になってるというところがありますよねそこを少しついてやればヘナヘナとはなりますよねマジっすかどこをどうつくんですか例えば、向こうから2メーターの黒人がやってきましたああ来ましたね向こうは自分がもう2メーターあることを分かってるわけですよいやそりゃそうやん、うん、身長いくつですかって言ったら2メーターって言いよ今聞いたらね服をファーッと買いに行くときにちょっと羽織るそんなんええねんもう来るわな常に2メーターを自分のあさあ意識しとるわ意識してますわ来るわね語尾に2メーターってつけよるかも分かれへんぐらい来るわね、うん、2メーターが来るわね2メーターがファーッと自分のとこが来るわわー2メーターだからねほんでまあ俺のことをね、うん、もうね160何歩かぐらいにしか思ってないんですよここですよ逆に言えば2メーターあるやつはものすごく慎重にこだわってるんですようんそうでしょだからこっちはその相手の弱いところを逆手に取ってやるんですよえそれどうすんのどうすんの向こうは2メーターのつもりで来てますから、はいはい、こっちは3メーターのつもりで行きましょうそれはね、うん、そこですよね向こうにしたって別に160何歩やとしか見えてないよね何も自分は3メーターや思ってもそうそう思ってもねうん、ええうん、どうすんのそれ何がそうそう別にもうそうだったらもう2メーター対3メーターですわうん、それはお前の気持ちやろ向こうは違うやんあこれ浜ちゃんすっとんきょうなこと言ったよ今なんですっとんきょうやねんさ気持ちは分かるけど向こうにしたらたかだか 1m60-70 の叶わない夢はないんだっていやいやいや夢とかそんなもんだよね絶対に絶対にやねん絶対にやねんな、うんいやまあ、例えばお前はクリームパンになりたいと思ったらなれるねんそれは絶対にやねんなれるかなれんねんて絶対なれるわけないなれるかなんで俺がクリームパンにならなあかんねんいやなれるかなられへんって言うねんなれるなられへんなんでクリームパンになれんねんなんやねん絶対にやねんなられへんって言うねんいやいやなんぼお前の目見てもなられへんわあのなもうお前はこの吉本に入って売れたいと思ったでしょ絶対に絶対にってそれは分かるよ夢叶ったじゃんそれとこれは違うやん絶対に売れたいのとそれになりたいのは違うやん夢持ってたでしょ夢持ってた夢は夢やけど夢持ってたでしょ、はいはい、叶ったじゃんいやいや叶ってよかったじゃんうん、そうやねそうでしょそれはそうじゃあ次の夢行こうよだから芸能界で成功したいという夢叶ったじゃん次のお前の目標に置くのはクリームパンやなんでやねん絶対いいんやねんあおやこいつものすごいんやん下がってるやんいやそんなに深々じゃなくてもいいわふかふかじゃなくてもいいとかそういうことじゃない硬いと
とかふたとかな、このサインで、いや、おいしいとか、まずいとか、そういうことじゃないね、クリームパンにはならへんねん。思ったほどクリームの量が少なくてもいいやん。うん、なんだ、俺はどこをどうしたら、いや、だから、クリームパンになれんねや。いや、なれんねやったらなるわ。教えてくれ、俺はどうしたらクリームパンになれんねん。あのね、まあまあ、なあ、そうそう。じゃあね、ああ今から吉本入ってお笑いで頑張ろうという人に、浜田さん、僕はどうしたら売れるんですかって言われたら、お前なんて言う？わかるか、そんなことが。分かる。お前のやり方でお前はうまいこといった。でもその子はそのやり方でうまいこといくかどうか分からない。からない。そらそう、クリームパンを俺押し付けてほしくないねん。これ何を言う？クリームパンはお前の夢やん。いやいや、お前が勝手に言うてんねん。俺一言もクリームパンになりたいのか言うてん。それはお前の、俺はそうじゃないやん。お前なんやん。お前だけの夢やん。いや違う、お前が勝手に言うてん。俺クリームパンなんか今初めてお前が言うから言うたんやで。言うてない言うてない、お前が言い出したことやん。で俺はおかしいと思うよ。俺全然クリームパンになりたないし、3メーターになりたいって言うたのに、お前はじゃあ俺はクリームパンになりたいって言ったら、なんでかなと思うけど、でも絶対諦めてほしくない、それを言うてんの。頑張って、だから俺はお前 なれるかな。いや俺はお前やったらなれると思う。クリームパンに、うん、まあもうでもなった時はもうコンビでやっていかれへんからね、これ。相方クリームパンって嫌やろ、何にも喋れへんで、お前一緒に連れて出てこなあかんからな。いやでもそうなると、いや俺もわからん、その時になったら俺は2メーターになりたかった夢を諦めて、それこそジャムパンになりたいかもわからん。そんならもうクリームパンとジャムパンでジョイントはできるわけやんか。お前ジャム、お前のジャムはどうなんだみたいなね。受けへんよ。そう、受けへんよ。今日ちっちゃいしようわからん。